はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、バイドの再生ですね、反響がね結構多くてですね、そちらについてね、誰でも簡単にローコストでできるね、バイドの再生方法っていうところとですね、その仕組みとかね、バイドを再生させるポイントですね、そこら辺のところをやります。で、バイドの再生というのは、もちろんですね、プランターとかですね、鉢植えですね、そういったものがですね、例えば今だったらもう夏野菜が終わってきてですね、終わってないのもあると思うんですけど、そのバイドをですね、秋冬向けにね、再生させたりとかですね、果樹をね、これからちょっと定食したいとかですね、そのためにバイドをね、作りたいという方ですね、そういった方に向けてですね、ちょっとお伝えをしていきます。で、バイドの再生、僕ね、何個もね、やってるので、一番反響が良かったのがですね、納豆菌と乳酸菌を使った発酵なんですね。で、この納豆を使うっていうところでね、バイドを再生させる方法とかっていうのが、結構反響が良くてですね、それ以外たくさん挙げてるので、もちろんね、これ概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひね、皆さんご視聴いただければと思います。でね、これね、仕組みがわかるとですね、ものすごく、簡単です。簡単なんですね。で、まずはですね、使う菌種とかね、そういったのになるんです。どういう、資材を使うとかっていうのもあるんですけど、で、いくつかのね、作り方っていうのもお伝えしていきながら、そのポイントをお伝えします。で、まず、一番作りやすいのはですね、乳酸菌発酵です。この乳酸菌を使って、バイドを発酵させるというのがね、一番簡単で、ローコストにできます。で、じゃあ、これ、どういうふうにね、やるのかっていうところなんですけど、乳酸菌って皆さんね、ご存知の通りですね。例えばヨーグルトなんて有名ですよね。実はね、もっともっとね、有名なのがですね、お米なんです。お米。このお米の中に乳酸菌というのがですね、豊富に含まれてます。で、この乳酸菌を使います。で、じゃあ、お米を使って乳酸菌を、増やしてですね、バイドを作ればいいのかっていうと、じゃあどうやったらいいのかっていうふうに思うと思うんですよね。で、そこの作り方も簡単なので、お伝えします。これはね、乳酸菌発酵水というのを使います。で、これがね、ない方はですね、ヨーグルトを使ったりとかでもいいんですけど、そこにですね、例えばバイドがありますよね。使い古したバイド。これを、特にですね、ふるいにかける必要もないです。太陽光消毒する必要も、必要ならやればいいかなっていうぐらいで、やらなくても大丈夫です。で、あとね、よくあるのが残砂の処理をどうしたらいいですかって、残砂も一緒にバイドの中に入れて発酵させた方がいいですかとかっていうのもあるんですけど、これもですね、仕組みがわかれば非常に簡単なんで、ちょっと話ね、戻して、この乳酸菌というのを使います。で、この乳酸菌、先ほど言ったように、米の研ぎ汁でできます。これで発酵水というのをね、作ることができてですね、この米の研ぎ汁を、発酵させてですね、で、それを、米ぬかですね、資材としては。で、あとバイドですね。で、米ぬかを結構ね、多めに入れてですね、バイドとかき混ぜます。で、乳酸菌の発酵水をかける。またはですね、これ、ヨーグルトをですね、水の中で溶かしたものをですね、バイドにかける。もちろん米ぬか入れます。セットはもう米ぬかとバイドです。これがポイントなんですね。で、これをやって、例えば乳酸菌発酵水とかヨーグルトを溶かしたですね、液体をですね、その中に入れると、これで乳酸菌発酵というのができるんですけど、で、作り方からするとですね、この乳酸菌発酵はですね、嫌気性発酵というふうになるんですね。で、この嫌気性発酵というのが、空気を嫌うと書くんですね。ですから、袋の中にバイドを入れて、45リットルのビニール袋だったら20ぐらいにしてですね、もう空気をね、本当にね、抜きます。抜いて、その中でですね、発酵させていくんですね。で、
まあこのバイドをですね、その要は米ぬかとバイドを混ぜ合わせてですね、まあここに残渣が入っててもいいです。で、残渣処理でね、あまりね、枯れ枝みたいになってるものはですね、発酵しづらいので、まあそういうのはもう取り除いてもらっていいです。残渣は全部取り除いてもらってもいいです。要は米ぬかとヨーグルト、または乳酸菌の発酵水、これとバイド、このセットで袋の中に、まあ、かき混ぜたものをですね、程よく湿らしたものですね。湿るというのは、こう、握った時にポタポタっとね、垂れてこないような湿り具合です。程よい湿り具合ですね。この程よい湿り具合というのが、まあ、育苗するときにですね、育苗バイドとかね、水を足しますよね。その時に、あんまり湿っちゃうと根っこがね、酸欠になっちゃうので、それをね、程よく湿らせた程度ですね。程よく湿ってる程度。このね、状態で袋の中に全部入れて、密封してですね、蓋をします。で、これで、まあ大体ね、40日から50日で、まあほぼほぼですね、乳酸菌発酵ということですね、バイドが発酵されます。で、バイドが発酵されると、この中に乳酸菌というのがですね、豊富に含まれるようになるんですね。で、市販のバイドの場合はですね、様々な大きさのね、資材がたくさん豊富に入ってます。で、この資材の中にですね、乳酸菌が、要は、住みかを作るんですね。で、この住みかを作って、そしてその中で増殖をしていくという形になるんです。ですから、出来上がった時にですね、表面の部分は、うっすらと白くね、雲の糸のように張ったりします。でも、バイドをね、掘り起こしていくと、中がですね、まあ、乳酸菌の発酵した匂いのようなね、そういうものができるんですね。まあ、要は、バイドを堆肥化させるというのが大事なんです。堆肥化です。で、この堆肥化させるためにですね、例えばもう、手っ取り早く、お金をかけないで、身近にあるもので作るっていうのがですね、米の研ぎ汁でできるんですね。まあ、ヨーグルトだとね、1パック買うと今、2、300円ぐらいするのかな。それぐらいか、コストがかかってくるので、まあ、ほんとね、お金かけたくないよっていう方は、乳酸菌発酵水作ってみてください。で、乳酸菌発酵水についてもですね、概要欄貼り付けておきます。で、乳酸菌発酵水以外にもですね、EM ぼかし、ではなくて EM 菌、EM 発酵水ですね。そちらの方をね、使うっていう手もあります。で、EM 菌はですね、まあ、放線菌とかね、乳酸菌、酵母菌っていうのがね、結構、多量に、豊富に含まれてる、資材になるんですね。まあ、微生物資材というふうになるんで、まあ、そちらの方はですね、購入すれば買うことはできるんですけど、ただね、結構お金がお高いので、で、まあ一般的にね、農家さんとかで、緑肥とかね、使って、まあ、要はね、バイドではなくて、もう畑をね、丸ごと堆肥化させるっていう方法があるんですね。で、これ緑肥と、例えば EM 菌使ったり、乳酸菌発酵水使ったりとかですね。まあ、そういったことをやってね、畑を丸ごと堆肥化させるっていうことをやってるんですね。まあ、これの縮小版が、まあ、要はバイドをね、再生させるための発酵という手順になるんですね。で、ここら辺をね、押さえておくとですね、まあ、簡単に誰でもできるようになると思います。で、この動画の最後にですね、まあ、以前ね、もう超簡単にできるやり方っていうのをですね、載せてます。載せておきます。ですから、まあ、ぜひね、最後までそちらまで見ていただければわかると思うんですけど、まずね、この仕組みがわかると、いろんな菌糸を使って、バイドをね、使って、再生させて、楽しむことができるんですね。なので、まあ、一応ね、この仕組みというところでね、ちょっとお伝えをさせていただきました。ということでね、まあ、それ以外もね、まあ、微生物資材ですね。こういったのを使うと非常に簡単です。まあ、微生物資材だと、まあ、一般的に有名なのがカルス NCR っていうのがありますね。これ結構お高いんですよ。で、コーランネオっていうのもあります。で、これもね、まあ、1キログラムで、今いくらだ？
800円ぐらいなのかな、それぐらいで購入できると思うので、そういったものを使って発酵させることもできます。まあこういったやり方もですね、全部過去動画で上げてますので、全部概要欄上げておきますので、ぜひね、皆さんちょっとそちらもね、ご視聴いただければと思います。あの、ご視聴というかですね、もしそれでやってみようかなという方ですね。で、まあそういうのね、買う必要ないんですね。で、納豆の発酵水、ちょっとね、話しとります。納豆の発酵水とかもね、結構ね、あの、植物によく有効に効きますっていうことがあるんですけど、まあ納豆の発酵水は非常によく効くと思いますけど、乳酸菌の発酵水も非常によく効きます。これはどれ使っても大丈夫です。あの、菌がどれぐらいね、そのエリアの中で、まあ要はシェアを持ってるかっていうことなんですね。このシェア率によって、まあ要は干渉というんですけど、このシェア率によって、あの、まあ、例えば乳酸菌をベースにすれば、乳酸菌をベースにした、発酵で、納豆菌をベースにしたものであれば納豆菌の発酵。納豆菌のね、ベースにした発酵っていうのはあまりないんですけど、まあ要は、あの、嫌気性菌なんでね、まあ好気性菌でやるっていうやり方でやるんであればまた別なんですけど、まあ好気性菌でやると、またね、あの、米ぬかと納豆ですね、まあ納豆菌はそんなにはいらないんですけど、米ぬかの量をたくさん豊富に入れないとダメですね。まあ、ほぼね、そうするとぼかし肥料になっちゃうんです。好気性のぼかし肥料っていう風になっちゃうので、まあ、これをね、梅土を使うっていう目的で、再生させるためにはですね、まあ、米ぬかの量は梅土の量の、まあ、およそ3分の1ぐらいですね。それぐらい投入してもらっていいと思います。まあ、あの、4分の1、5分の1でも大丈夫なんですけど、まあ、あの、じわりじわり発酵させていくんであれば、米ぬかの量を少し少なくしておくとかですね。発酵時間を長くしておくとか。で、適宜ですね、まあ、例えば1ヶ月おきぐらいに、その発酵させた袋の中を確認しておくとかですね、菌の張り具合とかですね、あと匂いですね、発酵した匂いとかそういうのがね、あるので、あの、そこら辺を確認しながらですね、やるといいと思います。まあ一般的には4、50日ぐらいで、だいたいできるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ冬場に関しては4、50日だとできないですね。まあ、もう少し長くかかります。2、3ヶ月は普通にかかると思います。で、まあ、このね、9月ぐらいから発酵させるのであれば、まあ40日から50日あれば、ほぼほぼ再生は、できると思います。ただ、この梅土もですね、じゃあ、例えばですね、乳酸菌発酵させましたとかっていう風になった梅土を、例えばブロッコリーやキュウリじゃない、白菜とかね、キャベツとか、まあ秋冬野菜そこに定食したいですよねっていうんで植えましたって言った時に、それがですね、元肥として、使えるのかっていうとですね、まあ使えることは使えるんですけど、基本的には追肥で管理っていう風になります。ですから、まあ要は、病気とかね、そういったのも気にされる方いると思うんですけど、まあ、追肥に関しては必要ですよっていうことなんですけど、病気に関してですね、この乳酸菌発酵とか、例えばさせた後の病気、例えばね、まあ、今はね、そんなに、多くはないかなと思うんですけど、夏ほどではないんで、まあ、例えば、夏野菜とかやるとですね、立ち枯れ病とか、例えば、トマトとかね、ありますよね、青枯れ病とかね。ああいったのっていうのはですね、ウイルス感染症なんですね。なので、まあ基本的には畑の中で、まあそれが生息しているっていうふうになるので、まあその梅土をね、発酵させた中に元々のその菌がね、菌というかね、ウイルスがね、存在していなければ、まあそれほど大きく気にする必要はないと思います。もし、そういった症状が起こった梅土であったらですね、まあ何回か使い古してくるとそういうふうになる可能性もあるんで、そうしたらですね、太陽光消毒っていうのは一つのね、有効な方法になるんじゃないかなっていうふうには思うので、まあ、心配な方はですね、一度太陽光消毒で、梅土をですね、まあ日光消毒ですね、まだ9月上旬で暑いので、まあ2週間もですね、まあ太陽光消毒しておけば、まあしっかりとしたね、
まあ、病害虫に強い梅土にはなるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、あとね、その、梅土を作る時の残砂ですね。残砂。まあ、夏野菜で使っていた残砂をそのまま梅土の中に入れていいのかとかですね。あとは畑の周りにある雑草を栄養分として残砂として使っていいのかっていうこととかね、気になる方いると思うんですけど、特にいらないです。入れてもいいですけど、特にはいらない。もし入れるんだったら、本当にね、すぐ、要は、分解されるぐらい小さくね、切り刻んだものを入れてもらえばいいと思うし、正直米ぬかの量で大丈夫です。米ぬかを、先ほど言ったように、梅土の3分の1量とかね、4分の1、5分の1量とか、そういったものに対して乳酸菌を、ベースにして発酵させるっていうことをやればですね、梅土がものの見事に発酵されますんで、まあ残砂はですね、どちらかというと微生物の餌目的っていうふうになるので、まあ米ぬかでね、代用できるんであれば米ぬかだけの方が作りやすいと思います。別に残砂は入れる必要はないです。で、まあ、あとはですね、これもちょっと話それますけど、キエロっていうのがありますよね。家庭で出た生ゴミとかを、まあ、発酵分解させていくっていうね、まあ、キエロっていう仕組みがあるんですけど、で、こちらの方もですね、梅土は再生できます。ですから、もしね、まあ、この使い古した梅土をすぐに、使う予定がない方はですね、キエロみたいな形にしてですね、まあ家庭の生ゴミとかそういう中に投入してですね、発酵分解させてあげるとですね、まあ梅土がですね、しっかりと堆肥化されるっていうね、そういうふうにはなると思います。まあそういう使い方っていうのもあるので、その微生物とかですね、あと堆肥とかですね、そういった仕組みですか、そこら辺をですね、よく分かっていくようになると、梅土というのもですね、まあ、なるほど、そんなものかっていうぐらいでね、簡単に扱うことができると思います。まあ、ということでですね、まあ本当ね、ここのところちょっとね、またね、以前挙げていた梅土の再生、誰でも簡単にできるっていうね、ローコストでできるっていう方でですね、まあ結構また反響が上がってきてですね、まあそちらでコメントいただくこともだいぶね、多くなってきたので、今回こんな形でね、お伝えさせていただきました。ということでね、まあベースは乳酸菌とかね、まあ酵母菌でも大丈夫です。納豆菌でも大丈夫ですけど、大事なのはもう一回言いますからね、梅土と米ぬか。これで乳酸菌発酵ベースになりますんで、まあここら辺をね、しっかり、工程として作っていけば、いいものができると思います。ということでね、まあ、この後、超再生というね、梅土の再生についての動画をね、ちょっとトッピングでつけておきますので、ぜひそちらも見て、ください。ということでね、今日の動画良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。さあ、どんな感じになってるでしょうか。開けてみたいと思います。おー、すごいですね。こちらですね。菌がすごいですね。今回使う菌種に関してはこちらですね。米のとぎ汁をベースにしたこの乳酸菌と、またですね、酵母というふうに書いてあるんですけど、酵母菌ですね。こちらの中にはドライイーストも入ってます。これを発酵させた発酵水というね、こちらを使って、行っていきたいと思います。はい、続いてこちらの、植木鉢にね、入ってる梅土ですね。こちらをね、投入していきます。こういうね、鹿沼土とかあると思うんですけど、一緒に入れてもらって大丈夫です。一緒に発酵されていきます。これ米ぬかね、たっぷり入れてください。その方がね、よく仕上がります。どれぐらいかというとね、もう、ほんとね、たっぷり入れちゃっていいです。こんな感じでね、たっぷり入れちゃってください。だいたいこんな感じで入れていきます。はい、そしたら今度ね、菌種を作ります。で、これをですね、よく振って、炭酸ガスがね、出ます。
シュッとね、こんな感じでね出てきます。でこれをこちらに投入します。これに今度バイドを湿らすので、ここにね水を足していきます。こんな感じでね水を足して、バイドをね湿らせます。もしね発酵水から作ってい、きたいという方はですね、 pH を測定するこういうね pH テスターというのもあります。 pH を測定して 3.5 というのをですね基準にして測ってみるといいと思います。こちらの乳酸菌と酵母菌がねたっぷり入ったものをですねこちらにかけていきます。こんな感じでね全体に振りかけます。はい、こちらをですねこのようによくかき混ぜておきましょう。こちらにあるのがこれからね発酵させるものです。これがこんな感じでね、発酵に変わります。これが、再生ですね。はい、おはようございます、深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですねバイドの再生ですね。もうバイド買う必要ありません、本当にありません。で今日はですねこのバイドの再生を仕組みからですね作り方、簡単に誰でもできるというね、作り方を紹介します。でバイドの再生に関してはこの仕組みに関してですねなかなか、難しいのかなっていうふうにね捉えてる方がいらっしゃると思うんですけど、非常にシンプルです。でここの仕組みについてもですね今日は解説をしていきながらですね実際にバイドを再生させていくということをですね、ちょっとやっていきたいと思います。それにしても今日はね、非常に暑いですね。季節は3月の下旬なんですけど、もう夏日ということでですね、この3月ね、非常に、寒かったり、暑かったり、雪だったり、雨だったり、強風だったりということでですね、なんか不安定なね、時期でしたね。ということでですね、今日は、このバイドの再生ということでやっていきます。で、皆さんバイドの再生何を使いますかっていうことなんですね。もちろんバイド、この使い古したバイドを使うことはあると思うんですけど、それ以外に何を使うでしょうか。例えば、バイドの中に植わっていた植物、もう枯れてますよね。こういったものもどうやって使いますか。またはですね、このバイドを発酵させるためにどのようにやるでしょうか。菌種を何を使うでしょうか。発酵させるためにどのように発酵させていくでしょうか。で、この発酵にポイントがあります。で、この発酵が嫌気性というね、発酵のさせ方をやっていくので、これに対してですね、ポイントをね、フォーカスしながらですね、実際に簡単な、身近なもので誰でもできるというね、そういった作り方を今日はね、ご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、こちらに使い古したバイドですね。もうこのようにね、苔が生えてきたりとかですね、有機物がね、あったりとか、またはですね、まだね、若干生きているような植物。あとはですね、このようにもう枯れてしまったとかですね、もう残差がね、あまり見受けられない。でも、このようなバイド、どうやって再生したらいいのかなということなんですけど、ポイントはこれになります。こちらです。これが生の米ぬかになります。こちらを使って、再発酵させていきます。発酵するまでの期間はおよそ2ヶ月から3ヶ月です。気温が高ければですね、気温が高ければというのは20度以上ですね、の気温が平均的にある、そういった時期に発酵させるのであれば、早ければ1ヶ月から1ヶ月半で作ることができます。で、今日はですね、こちらにレジュメをね、作ってます。久しぶりのレジュメですね。で、バイドの再生方法、仕組みですね。こういったところについても4つのポイントということで、今日はね、お伝えをしていきます。1つ目は準備するもの、そして作り方、で、仕組み、さらに仕上がりまでということでね、全部、お伝えしていきます。で、皆さんが多分興味があるのが、この作り方、さらに仕組みですね。こちらについて、どうやって、発酵させていったらいいのかっていうところにね疑問があると思うので、その疑問について全て解決をしていきたいと思います。で、今日はですね実際にバイドの再生ということも実演としてやっていきます。で、その前にですねこちらの方を簡単に説明していきます。このバイドの再生方法、仕組みですね。で、こちらについては1番目、準備するもの、これが4つあります。
で、これが一つ目、バイド。これは使い古したバイドになります。で、二つ目が禁酒ですね。で、この禁酒についても後ほどご紹介をしていきます。で、三つ目が有機物。で、これも後ほどご紹介していきます。で、四つ目が水。そして袋ですね。全部で五つのものを用意していただければ、簡単に作ることができます。で、さらにですね、この2番目、この作り方というふうになるんですけど、これ全部まず入れます。有機物をね、どれがいいとかっていうふうに選ばないで、すべて全部入れます。これで作れます。で、作り方なんですけど、ここの全部で1から5まであります。で、この作り方に関しては、1つ目の梅土、菌酒、有機物、水、袋ですね。この順に工程が進んでいきます。で、一つ目は梅土。これは使い古したものですね。この梅土については、残さも入れる。大きいものは小さく切る。で、さらにですね、菌酒。この菌酒は、非常に重要です。これがですね、納豆、またはヨーグルト、または麹菌、またはドライイーストなどですね。まあ、よくある菌酒と言われているものを使うと、発酵が、できます。で、さらに、この有機物ですね。この有機物に関しては、使い古した梅土の中に、この残渣が入ってます。これは自然物という有機物です。ですけど、この有機物だけでは、この菌の発酵させるための餌ですね。これが足りません。ですから、この有機物となる米ぬかが必要になります。米ぬかはたっぷりと入れます。で、これも後ほど実演の方で、どれぐらい入れるのかっていうのはお伝えしていきます。で、さらにですね、水を加えていきます。で、この水についてはですね、適度に湿らす程度に加えていきます。で、最後に袋。これは密封できるものですね。普通のビニール袋、45リットルとか、70リットルとかっていう、市販のビニール袋とかありますね。ああいうものは、素材が弱いので二重にするといいです。で、今回ご用意しているものが、肥料の袋ですね。こういったものも用意しているので、そういったものも後ほど作りながらご紹介をしていきます。で、これを全部入れます。全部入れて、かき混ぜて全部入れるんですけど、そうしたら、この嫌気性発酵というふうになります。はい。で、続いてですね、この3番目の仕組みですね。どういう仕組みで作っていくのかということなんですけど、ポイント、これを押さえておけば大丈夫です。これはですね、米ぬかがポイントになります。この米ぬかというのがですね、自然物と言われるミネラルと乳酸菌、そういったものが豊富に含まれている有機物になってます。どのお野菜、果樹、そういったものにも有効に作用する有機質なものですね。この米ぬかを使います。それによる、ここですね、乳酸菌発酵、嫌気性ですね。嫌気性の発酵で、この乳酸菌発酵というのをね、行っていきます。この米ぬかの中には乳酸菌というのがたくさん豊富に含まれています。で、この乳酸菌を活発に発酵させていきます。で、この乳酸菌というのが嫌気性の発酵です。で、ここで、あれ？おかしいなって思う方がいらっしゃると思います。これは何かというと、遡っていくとこの丸2番ですね。この菌種。例えば納豆菌というのは好気性菌です。ヨーグルト菌というのは嫌気性菌です。この菌種の中に乳酸菌発酵を嫌気性で行いますという時にですね、好気性菌を入れて大丈夫なのかっていうことがあると思うんですね。これ心配される方いらっしゃると思うんですけど、全く心配ありません。納豆の香りがしたですね、乳酸菌発酵、また納豆菌も含まれた乳酸菌のベースとなる発酵に変わります。ですから、これどれを入れてもですね、この菌種ですね、どれを入れても問題なく作ることができます。これが仕組みになるので、基本的には嫌気性と好気性、あまり関係ありません。この密封して作る嫌気性ですね。嫌気性というのは、空気を嫌う菌と、空気を嫌うというふうに書きます。好気性は逆にですね、空気を好むというふうに書くんですけど、で、最後、仕上がりまでですね。で、これは2ヶ月から3ヶ月置いておけば、もう出来上がりです。たったこれだけ。ということですね。ですから、袋に詰めた時に、しっかりと蓋をして、空気が入らないように、嫌気性ですね。空気が入らないようにしておく。これだけで出来上がります。ということですね。バイ、深山ら。
はい、ではですね、実際に実演という形でね行っていくんですけど、今回使う菌種に関してはこちらですね。米のとぎ汁をベースにしたこの乳酸菌と、またですね、酵母というふうに書いてあるんですけど、酵母菌ですね。こちらの中にはドライイーストも入ってます。これを発酵させた発酵水というね、こちらを使って、行っていきたいと思います。この中には豊富な乳酸菌と酵母菌がたっぷり含まれています。例えばですね、皆さん方がこの菌種をですね使う場合は、こちらに書いてある納豆、ヨーグルト、麹菌、そしてドライイースト、こういったものを使うといいと思います。で、ドライイースト、例えば簡単に、売ってますね、市販されてます。で、こういったものを使いたいよっていう方はですね、水によく溶いてから、使ってください。麹菌も水に溶いてください。ヨーグルトも納豆もすべて全部水に溶いてから使ってください。で、さらに水で溶いたものをですね、例えばこういう米ぬかの中に一緒に混ぜてっていう風にね、やっていけばいいと思います。ということで、まずね、作り方からご紹介していきます。で、この作り方に関してはですね、この残砂物、こういったものはね、すべて投入します。で、特にですね、こういうね、茎が太いものとかありますね。こういうものはですね、よくほぐしてからですね、小さく切り刻んで入れるとしんなりと発酵しますんで、このまま入れない方がいいですね。こういう太いものとかは、比較的、発酵しづらいですね。例えばこれぐらいの小さい根っこ、こういうんですね。こういったものについては、ほんと2ヶ月から3ヶ月でもうしんなりと発酵された状態でね、仕上がっていきます。まあ、そこら辺ですかね、ポイントになるのが。ですから、まずはこちらのね、バイドですね。こういったものをすべてですね、投入していきます。で、あとはですね、こういう枯れ木ですね。これぐらいの枯れ木、どうしたらいいんでしょうって思うんですけど、カラッカラに乾いてるものも、こういったものをですね、しんなりと発酵されて仕上がりますんで、まあ、こういったものはですね、あまり気にしないで投入してもらっていいと思います。はい、そしたらですね、まずはこちらね、投入していきます。もう全部ね、どさっと入れます。もしね、鉢底にネットとかそういうのがある場合はですね、そういったものは、発酵されないので取り除いてください。でね、こういったのもよくね、ほぐしておきます。こういうネットですね、鉢底ネット、こういうのをね、よくね使ってる方いらっしゃると思うんですけど、こういうのは発酵できないので取り除いておきましょう。そしたらね、よくね、ほぐしておきます。ほぐします。こんな感じでね、ほぐしておきましょう。はい。はい、続いてですね、こちらの植木鉢に入っているバイドですね。こちらの方を開けていきます。これもすべてね、入れていきます。これも同じですね。こういうものはね、取り除いておきます。で、ちなみにこのようなね、有機物ですね、こういったものはですね、根っこは発酵されるけど、これぐらいね、1センチから 1.5 センチぐらいの太さのものはこれ発酵しづらいんですね。ですからこれは小さく切ります。こういったものはね、小さくね切っておきます。そうすると発酵がねしやすくなります。はい、続いてこちらの植木鉢ですね。このバイドを、入れていきます。はい、はい、例えばこういう根っことかね、あると思うんですけど、こういうのもですね、あまり気にしないでください。こういうのはですね、まあある程度ね、ほぐしておいていいです。もう大体で大丈夫です。これほんとね、全部しんなりと仕上がります。よくね、バイドはほぐしておきます。よくほぐしておきましょう。こんな感じですね。例えばね、こういう生のね、まだ生きてるもの、微妙に生きてるものとかあるんですね。有機物を投入する場合はですね、
こういう生きているもの、まだね、根も死んでないですね。こういうものはですね、取り除いておきましょう。はい、続いてこちらの、植木鉢にね、入ってるバイドですね。こちらをね、投入していきます。あとはですね、こういうね、鹿沼土とかあると思うんですけど、まあ軽石とかはね、取り除いておいてもらっていいと思うんですけど、こういう鹿沼土もね、一緒に入れてもらって大丈夫です。一緒に発酵されていきます。はい、そしたらですね、米ぬかを入れます。で、この米ぬかなんですけど、冒頭でね、レジュメでもお伝えしたんですけど、これ米ぬかね、たっぷり入れてください。その方がね、よく仕上がります。どれぐらいかというとね、もう、ほんとね、たっぷり入れちゃっていいです。こんな感じでね、たっぷり入れちゃってください。はい、こんな感じですね。大体こんな感じで入れていきます。はい、そしたら今度ね、菌酒を作ります。これはですね、米のとぎ汁をベースにした乳酸菌と酵母菌なんですけど、皆さん方は納豆とかね、ヨーグルト、ドライイーストとか麹菌とかね、そういったのを入れるといいと思います。で、これをですね、よく振って、炭酸ガスがね、出ます。プシュッとね、こんな感じでね、出てきます。で、これをこちらに投入します。もう大体でいいです。まあ、ちょっとね、入れすぎましたけど、大体でいいです。これだけ入れると、多分ね、量がだいぶ多いんですけど、ちょっとね、まあ、このままいきます。で、この乳酸菌と酵母菌がですね、ここに、作用しますんで、これに今度バイドを湿らすので、ここにね、水を足していきます。こんな感じでね、水を足して、バイドをね、湿らせます。で、ちなみにですね、先ほどのね、こちらの、発酵水ですね。こちらは pH 3.5 になってます。もしね、発酵水から作って、いきたいという方はですね、pH を測定する、こういうね、pH テスターというのもあります。こういったものでですね、pH を測定して、3.5 というのをですね、基準にして測ってみるといいと思います。こちらの方もですね、作り方、概要欄にね、貼り付けておきます。ですから、興味のある方はね、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではですね、こちらの乳酸菌と酵母菌がね、たっぷり入ったものをですね、こちらにかけていきます。こんな感じでね、全体に振りかけます。はい。で、さらに、ここにね、酵母菌とかね、乳酸菌がたっぷりついてるので、これをね、洗い流すように、しっかりとですね、こちらに含んでいきます。バイドをしっかりとね、湿らせていきます。これがポイントになります。しっかりたっぷりと入れてですね。で、まずはこちらをですね、このようによくかき混ぜておきましょう。こんな感じでね、しっとりとね、なるぐらいでいいです。水がね、たっぷりと入って、べちゃべちゃにならない程度ですね。しっとり程度で、含ませていきます。本当にこれで、バイドができるのかななんて思う方いらっしゃると思うんですけど、これでしっかりとね、バイドが出来上がります。しっかりと出来上がります。有機物も残渣もすべてね、この後の袋の中にね、入れていくんですけど、これで、しっかりと発酵されていくようになります。今、季節が3月の下旬ですね。で、気温がね、だいぶ上がってきましたので、早ければもう5月の下旬から6月には、こちらのバイドを使うことができるようになります。元気なね、お野菜がこの中の豊富なアミノ酸ですね。乳酸菌の発酵というのがアミノ酸を、豊富にね、含んだ
バイドに変わるので、もちろんこの中のバイドの目ですね、これが豊富に違います。大きさ形が違いますので、これがね、あのしっかりと根張りを良くするね要素にも変わる。この中に微生物もたくさん豊富に含まれる。ですからしっかり根がねつくようになります。で、栽培に関してはこの後ですね、これは最初の元肥と同じになります。ですから栽培をするにあたってはですね、この後もし、必要な方はですね、追肥が必要になってきます。初期生育の時に使う梅土の、再生というふうになります。はい、こんな感じですね。もう少しね水を入れておきます。乳酸菌ベースなので、まあ、多少水が多くてもね大丈夫です。乳酸菌は水が豊富にあると非常に好む菌です。で、この米ぬかが、まあ、先ほどね説明したようにこの中で乳酸菌発酵というのがねもうすでに起こってます。今このかき混ぜている時点でもう始まってます。もうすでに発酵が始まってるという感じですね。で、あのこれ温度は上がりません。基本的に、2ヶ月から3ヶ月袋の中に入れて放置しておくだけでしんなりと出来上がります。はい、こんな感じで OK ですね。はい、こんな感じですね。だいたいねこんな感じでですね、べちょべちょにならない程度ですね、水分を含ませてください。これでね仕込みが完成になります。あとはこの中で嫌気性の発酵がね行われていくんですけど、このままだと嫌気性の発酵は進まないので、ここでですねこちらの袋ですね、これは肥料の袋になります。こういったものに入れておくといいです。で、肥料の袋のおすすめはですね、これ強いんですね、強度があるということです。ですからこういう中に入れて、保管してですね2ヶ月または3ヶ月ぐらいするとですね、しっかりとした梅土に仕上がります。で、こちらに入れてしっかりとね袋を止めてですね空気を切る、こういうことをねやっておくと、完成に仕上がっていきます。袋に梅土を敷き詰めてね入れていきます。たったこれだけです。たったこれだけで極上の、梅土が再生されていきます。はい、これですね、このようにね中に敷き詰めていきます。こんな感じですね。これを密封してですね出来上がりというふうになります。はい、そしたらですねこんな感じでね、しっかり袋に入れたらですね、こちらのようにしっかりと封をしておいてください。で、こちらがですね去年の12月に、梅土の再生を行ったものになるので、こちらをねちょっと見ていきたいと思います。さあ、どんな感じになってるでしょうか。開けてみたいと思います。おー、すごいですね、すごいすごい。嫌気性のぼかし肥料とかをね、作ったことがある方はわかると思うんですけど、はい、こちらですね、菌がすごいですね。このね白い糸状菌ですね。で、このように仕上がります。で、こちらの梅土ねちょっと崩す前に、こちらにあるのがこれからね発酵させるものです。これがこんな感じでね、発酵に変わります。これが、再生ですね。ちょっとね崩してみます。はい、うん、ちょっと匂いも嗅ぎますね。うん、土の香りがする。すごいですね。これでねしっかりと、作ることができます。で、これが、菌の発酵ですね。で、こちらは糸状菌なので、この表面の部分ですね、こういうところですね、表面の部分についてるのは
好奇精菌と言われている糸状菌がつきます。ただですね、こちらの中の方ですね、土の中の方は空気がね、入らないので、こちらの方は乳酸菌をベースにした発酵という形になります。例えば納豆菌を使いましたとかっていうとですね、納豆菌は最強菌なんて言われてるんですけど、納豆菌はこちらのこの梅土の中の方ではなかなか繁殖することが難しいんですね。ですからこういう表面に、こういうところですね、こういう表面につくんですね、こういうところに。でも中は乳酸菌発酵された梅土に仕上がっていますということですね。ということで、これでね、梅土の再生ということで今日はお伝えさせていただきました。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。実際にね、作り方、あと仕組みですね、でそして梅土が完成した後の状態、こういったところまで全てね、お伝えをさせていただきました。で今日ね、最後に見ていただいた完成していますよっていう梅土はですね、去年の12月に作成したもので、およそですね3ヶ月以上、経ったものになりますね。あのような形になっているとですね、しっかりと土をほぐしてもう一度梅土として作ってですね、お野菜または果樹、そういったものにね、使える梅土っていうふうにね、なっていきます。ということでね、今回疑問に思ったのは多分菌種、あとは発酵のさせ方、好奇性とかね、嫌気性とかあると思うんですけど、米ぬかの使い方、そういったところもですね、どのように発酵が進んでいくのかなということとかですね、簡単にですね、その発酵の仕組みというところも伝えながらですね、お伝えさせていただきました。ということで、今日の動画良かった方は高評価、またね、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。